こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。 MI ブラウン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して MI ブラウン花に立ちます。その後ろからはウィニングシルエット、この馬も上がっていく構えです。さらにはアラビアアーバン、6番ジムギャロップ、その後ろエルムハースト、後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはアラビアアーバン、5番 MI ブラウン、2番手を追走。さあ先頭はまだ、3番アラビアアーバン、2番手は MI ブラウン、これは絶好の手応え。コナゴールド3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は MI ブラウン、MI ブラウン先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 MI ブラウン先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はビッグジャグ、完璧です。圧倒的な強さを見せました MI ブラン。1着、2着はアラビアアーバン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました MI ブラン。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーサムアゲイン、これはいいスタートを切りました。名声オペラ、この馬も好スタートを切りました。バブルトワイニング、前に行きそうです。オーサムアゲイン、それに続いています。さらには名声オペラ、7番シルバーチャーム、その後ろ後方に控えたのがファーロー。それでは先頭からビクタークーリー、先手を取りました。その外にバブルトワイニング、その外からシルバーチャーム、その外にオーサムアゲイン、名声オペラ、いい位置です。青の帽子ワイルドラッシュ、その後ろその外からベーレンズ、内からはタッチゴールド、黄色の帽子エイコンマーチン、その後ろすぐ後ろにダッシュジャイアント、これに続いてジェントルメン、青の帽子ドナバッグ、その後ろしんがりからファーロー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。バブルトワイニング、2番手は名声オペラ、これは絶好の手応え。オーサムアゲイン、3番手名声オペラ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はシルバーチャーム、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はオーサムアゲイン、残り 100m、 シルバーチャーム差を広げる。2番手はオーサムアゲイン、シルバーチャーム今ゴールイン。段違いの強さです。シルバーチャーム1着、2着はオーサムアゲイン、勝ったのはシルバーチャーム、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メジャービーム、これはいいスタートを切りました。ハートフェアリー、この馬も好スタートを切りました。競泳マーチ、前に行きそうです。サンライン、それに続いています。さらにはザインタ、12番ジャスミンウィッシュ、その後ろ後方に控えたのがクールフォワード。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンライン、並んで10番メジャービーム、アフターモンロー、そのうちに続いています。その隣にハートフェアリー、競泳マーチ、好位をキープ、青の帽子ストーミーソニア、その後ろジャスミンウィッシュ、それに続きます。
もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジャービーム、並んで13番サンライン、アフターモンロー、そのうちに続いています。その後ろにストーミーソニア、競泳マーチ、後位をキープ。1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からハートフェアリー、先手を取りました。赤の帽子アフターモンロー、その後ろすぐ隣にメジャービーム、その横にサンライン、ストーミーソニア、この馬もこのグループ。さあ先頭は依然として6番ハートフェアリー、メジャービーム、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はメジャービーム、残り 200m、 競泳マーチ伸びてきた。残り 100m、 競泳マーチ先頭、ゴルジア追いすがります。競泳マーチ1着、競泳マーチ1着、2着にはどうやらボルジア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フェアリーキングプローン、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフェアリーキングプローン花に立ちます。その後ろからはブラウンサミット、この馬も上がっていく構えです。さらにはセカンドエンパイア、12番ブレイブバッグ、その後ろ。先頭に戻りましょう。セカンドエンパイア、先手を取りました。インティカブ、そのうちに続いています。すぐ後ろにアロマリーグ、その外からブラウンサミット、その外にフェアリーキングプローン、ブレイクコメット、そのうちに続いています。カワチシェル、後ろから並んで9番ビクトリーノート、リンドヘブン、この馬もこのグループ。フェアリークリスタル、そのうちに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭に戻りましょう。フェアリーキングプローン、先手を取りました。さあ先頭は依然として13番フェアリーキングプローン、インティカブ、ほとんど差がありません。セカンドエンパイア3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってキングオブキングス、あと 200m、 先頭はキングオブキングス、インティカブ必死に追いすがります。一気にカワチシェル、一気にビクトリーノート、キングオブキングス、わずかにビクトリーノート体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはカワチサタデー、ベリオフ、この馬も好スタートを切りました。ファンシーコンダクト、前に行きそうです。カワチサタデー、それに続いています。さらにはリーピングフォレスト、12番ケープベルディ、その後ろ。後方に控えたのがカリスマハイツ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはカワチサタデー、その外にリーピングフォレスト、ファンシーコンダクト、そのうちに続いています。内からはプレイリーキャッチ、その隣にバイカウンター、内からはベリオフ、その外からケープベルディ、並んで16番カリスマハイツ。ややハイペースといったところでしょうか。
これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。フレイリーキャッチ、バイカウンター、ほとんど差がありません。カリスマハイツ3番手、さあ河内サタデー前を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は河内サタデー、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。河内サタデー差を広げる。2番手はケープベルディ、河内サタデー今ゴールイン。段違いの強さです。河内サタデー1着、2着はケープベルディ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内サタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。小倉競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ファイトイーグル前に行きそうです。ロンドンフリー、それに続いています。さらにはアースベル、1番アドマイアジュノー、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。1番人気の AM オペラを後方につけています。それでは先頭からグレースエンパイア先手を取りました。緑の帽子ファイトイーグル、その後ろ。これに続いてアドマイアジュノー、その外にアースベル、ピンクの帽子アインエトワール、その後ろ。すぐ後ろにロンドンフリー、最後方にエトワールトラック。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭からこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでサファイアホワイト先頭に変わりました。グレースエンパイア、ほとんど差がありません。7番 AM オペラ王、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサファイアホワイト、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。サファイアホワイト先頭、ファイトイーグル先頭、2番手はアドマイアジノー、先頭を捉えるか。テームオペラを抜けた、アドマイアジノー追いすがります。テームオペラを、テームオペラを1着、2着にはどうやらアドマイアジノー、1番人気に応えました。テームオペラを見事です。